あのガンダムの実物大模型が展示されていると聞いた私シャーズナブル大佐は、ここ静岡の地に視察に来たのだった。大佐、このアナベル・ガトーも申します。いいだろう、ついてきたまえ。シャア大佐が行く静岡実物大ガンダムレポート。おお、これが実物大ガンダムか。なかなかうまく再現できているようだな。これは連邦軍が作ったものか。いえ大佐、資料によれば民間です。野村工芸社だそうです。そうか、地球の技術力も侮れないものだな。ドズル閣下も気にしておられるようだ。こんなものまで用意してあるとは思わなかったな。 RB79 ボールですね。こちらは実物大ではありませんが、このような隅に置かれているとは。だが動く棺桶とまで言われた機体だからな、用意してあるだけマシというものだろう。このようなものに乗せられる兵も哀れだ。こちらも実物大ではないようだな。ガトー少佐、あの白いのは何だ。その向こうは木馬の艦載機のようだが。いえ、資料には載っておりませんが。連邦の新型か。少佐、写真を撮っておけ。キシリア閣下に報告するように。は、了解しました。後部バーニアなども詳細に再現されているな。見事なものだ。しかしガンダムか、一度動かしてみたいものだ。連邦の坊やでさえあれだけの働きを見せたのだから、私であれば。大佐なら一個艦隊を相手にすることもできるかもしれませんな。僕が一番ガンダムをうまく使えるんだ。これはガンダム開発の歴史か。なかなか興味深いな。これほどの試作を重ねてきたのであれば、あの性能も納得できるな。よほど我が軍の弱に衝撃を受けたのでしょう。我々もさらなる新型の開発を急がねば。ああ、有益なやつだ。おお、これがガンダムのコクピットになるのか。脱出カプセルになるというのは優れた設計だな。これは我が軍も見習うべき点だ。そうは思わないか、少佐。確かに。ですが現在開発中のジオングには脱出機構が備えられていると聞きます。いささか遅きに失した感もあるがな。パイロットになれるほどの人材を使い捨てにできるほど我が軍に余裕はないはずだ。ここがジャブローの入り口か。いえ大佐、単なる土産屋ですが。勝者にはユーモア感覚が足りないようだな。これは架空のモビルスーツの模型でしょうか。このようにゴテゴテした機体がまともに動くとは思えんが。だがあのサザビーというやつはなかなか良いデザインだ。気に入った。当たり前かもしれんが、連邦一色だな。まあここは地球ですし。それより大佐、キシリア閣下に何か土産などいかがでしょう。別にいらんだろう。確か壺を持ち帰るのではなかったか。それだけでよかろう。大佐、あれを。大佐のヘルメットが大量に。
レプリカとして売り出したかったのだろうが、見ての通り軍人用だ。一般の人間が欲しがるものでもあるまい。地球側の人間となればなおさらだ。ではそろそろ戻るとしようか。今日は地球を知る上で有意義だったと言っておこう。さらばだ、ジークジオン。